大丈夫か。どうしよう、予想以上に効果があったみたいだ。も、問題ね。ただのアレルギーだからな。この程度の痛み、俺様なら簡単に耐えられ。ダメだ、息ができねえ。用事なら後回しにしてくれ。一休みさせてもらうぜ。やっと生き返った。だがまだ体に力が入らん。お前ら卑怯だぞ。この俺様に不意打ちするとは。降参だ降参。お前ら俺様を捕まえに来たんだろう。こんな遠くまで来たっつのに見つかっちまうとは。まあいい、とにかく俺様はそう簡単には捕まらねえぞ。分かったらさっさと失せろ。俺様は相当強えからよ。お前らみたいな一般人に手を出す気はねえぜ。すごい上から目線だな。オイラたちの方が優位なのに。おお、そうだ、全部俺様一人がやった。俺ら荒竹屋は食料が足りねえんだ。親分として食い物や酒を奪うぐらい当然だろう。なら、なんで人をさらったんだ。人さらいの方が金が早く手に入るだろう。もらっつうのは多ければ多いほどいいんだ。余った金は、そうだ、子分たちに分けてやった。なんだと、そうごちゃごちゃ聞いてどうする。言ったはずだ、俺様はそう簡単には捕まらねえ。何を聞こうと無駄なこった。そうはいかないぞ。こっちはお前を捕まえるっていう依頼を受けてるんだ。はあ、俺様の目を見ながらもう一度言ってみろ。おいら、いや、こいつがお前を捕まえるんだ。